トニーさん、トニーさん、最近ネットニュースで松嶋菜々子さんがデッドリフト105キロ上げたらしいんですよ。今話題のデッドリフトについて何キロまで上がるんですかね。効果や腰痛にならない方法についても教えてください。はい、ね、上げてるってニュース出てましたね。ちょっとどういうふうに上げたかとか、どこまで上げたかとか、本人の体重とかね、あんま知らないんで何とも言えないんですけど、なんとなく体重の2倍ぐらいは上げたんじゃないかなと思いますね。で考えると、一応体重比の目安みたいなのがあって、でデッドリフト本当に初めての人は多分自分の体重と同じぐらい、上がるか上がらないかぐらいだと思うんですね。で、ちょっとトレーニング始めていくと、体重の 1.5 倍ぐらいまでは上がってくると思います。なので体重どうだろう、日本人60キロぐらいとかの人だと90キロぐらいまではすぐに来ると思います。でもうちょっとしっかりとトレーニング、しっかりトレーニングすると、体重の2倍ぐらいですね、120ぐらいまで、来れると思います。ここまで来ると結構ね、トレーニングやってますって言えると思います、体重の2倍で。もうその先になってくると結構多分やり込まないと上がらないと思ってて、体重 2.5 倍とかですね、コストもかなり上級者になると思います。体重60キロの人でだから、150キロですかね。僕がだいたい体重が今85とか、90、重い時90なんですけど、でデッドリフトが200、230ぐらいなんで、どのぐらいだ、体重の7倍とか8倍ぐらいですかね、になると思います。なので、本当にやり込めばそのぐらいまでいけるし、で、トップの人は多分ね、体重の3倍ぐらいまでいくと思います、ね、だから体重60キロの人でも180キロとか、200キロ近くまで上げれることは全然可能かなと思います。なので、ジムで普段自分がどのぐらいデッドリフト上がるかなっていうのが、あんま指標がない人は今言ったように、自分の体重の1倍、ここは多分初心者でもある程度いける。で 1.5 倍、少しやったら 1.5 倍で、ある程度やり込んで2倍、かなりやり込んで 2.5 倍、もう3倍はかなりトップの、ね、選手になってくると思うんで、そういうのをちょっと目安に、自分の目標を立ててもらうといいと思います。なるほど。ところがデッドリフトってなんか腰を痛めそうなイメージあるじゃないですか、はい、腰を痛めないデッドリフトの方法について教えてください。はい、まず一つはやっぱり見てて思うのは、やっぱりフォームが崩れる重さまで結構無理してやってしまう、そういう状況を作ってしまうというのが一つ問題かなと思ってて、特にね、クロスフィットで大会とかあると、ちょっといつもより無理して頑張っちゃいましたっていうところになると、やっぱ怪我のリスクも出てきますね。でも特にクロスフィットだと、その息が上がった状態で上げる時もあるんで、で息が上がっててやっぱ体幹周りが固まらなくて、腰周り抜け力が抜けちゃうってとこもあります。なのでまずはしっかりと姿勢を作る、特にこの背中の部分ですね、この胴体をしっかりと一本の自分の、ね、板のようにしっかり固めて足を動かしていくというのを意識してもらうといいかなと思います。で、あとベルトとかですね、この辺も怪我しないように使った方がいいんじゃないですかって言われるんですけど、まずはそれよりもベルトをしないでしっかりと背中周り、腰周り、まっすぐにできるかっていうところをしっかり学んでください。これは本当に、ね、皆さんジムでコーチの人に教えてもらったりしてもしながらやればいいと思うんですけど、まずはしっかりと何もなしでできて、で、例えば自分のマックスの90パー以上とか超えてきたら、しっかりベルトを巻いてもらって、さらにこう腹圧っていうんですけど、体幹をさらに固めて上げてもらう、チャレンジしてもらうっていうのは全然 OK かなと思います。何が何でもベルトに頼るのはあんま良くないかなと思ってます。なんでね、松嶋菜々子さんね、100キロ上げたということなんですけど、全然皆さんもしっかりトレーニングしていけば上がらない数字じゃないと思うんで、今日言ったこう数値の目安ですね、体重比でどのぐらい上げれば、中級者なのか上級者なのかみたいなのをちょっと目標にしてもらって、で、もちろん安全第一ですね、無理にベルトして頑張るんじゃなくて、まずはベルトをしないでしっかりといいフォームで、できるようにするというところから少しずつ重さを上げていけばいいかなと思います。はい、じゃあ皆さんデッドリフト頑張ってください。ユーヒット、トニーでした。